ワールドサッカーウィニングイレブンセブン。Euro Northern League, Division 2.
このスタジアムの熱狂、皆さんの元へと伝わりますでしょうか。こんばんは、ジョン・カビラです。フットボールファン待望のエキシビションマッチ、ブラジル対イタリア、本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラジル、今日は実力の白昼した対戦相手を迎えましたが、中西さん、はい、これは拮抗した内容の素晴らしい試合になりそうですね。いい、楽しみです。さあ、選手入場です。前の記念撮影を行っています。画面には予想フォーメーションが出ています。前半開始のホイッスルが鳴り響きました。今日の試合どのようになりますでしょうか。注目です。仕掛けてくるのか。ゼロベルト、ゼロベルト、トラップしてリバウンド狙って、あっと、このボールは逸れてしまった。この調子で積極的に仕掛けていってほしいですね。はい、期待しましょう。あっと、倒した。ファールを取られます。パヌッチ、このボールをカット。ロナウジーヌ、ロナウド奪った、倒してしまいました。縦に大きく出します。これを競り合う、ボールをもらって、さあ、ボールを奪った。ドッティ、チャンスになるか。外から中に入れた。ゼロベルト、さあ、どうするのか。ここでカット、ファビオ・カンナバール、ザネッティ、デルピエ、仕掛けるか。ロナウジーヌ、ロナウド、このボールを奪って、パスか、自分で行くか。ザネッティ、おっと、倒してしまった。前方へロングパス、競り合って、見事なインターセプト。リバウド、ドリブルで上がって、外に開った、しのぎます。ゼロベルト、リバウド、打ってもいいんじゃないですか。大きくクリア、そしてヘッドでつなぐ、自分で持っていく。前半15分が経ちました。激しい奪い合い。エメルソン、ボールを受けて、ここから上げてくるのか。ロナウド、ブラジル見事な先制点。実に素晴らしいシュートでした。中西さん、この先制弾いかがでしょうか。いや、これでチームの士気が高まると思いますよ。なるほど。ブラジル、先制のゴールを決めましたが、中西さん、はい、やはり先制点を決めるということは試合有利に運ぶためのポイントだと思うんで、非常にいいと思いますよ。そうですね。さあ、かわせるか。ロナウド、ザネッティ、ネスタ、カットして、ファビオ・カンナバール、縦への大きなパス、つないで、いい位置にいました。リバウド、ロナウド、競り合います。打った、マルー
ゴール。前半22分、勢いは止まらない。うまい。今日これで2点目。今日は決めてますね。監督の期待に応えるシュート、中西さん決まりました。これは価値あるゴールでしたね。はい、この調子で頑張っていただきましょう。ブラジル、さらにリードを広げましたね、中西さん。はい、ただ油断せずにしっかりとボールをコントロールして試合を支配してほしいですね。そうですね。ハイボールを競り合う。ロナウ、ネスタ、デルピエ、左に出した。これをインターセプト。どう動くか。ロナウド、ロナウド、エメルソン、エメルソン、スルーパスはロナウジーニョ、ロナウド、倒してしまいました。ブラジル追加点のチャンスです。ロナウジーニョ、壁に当たった。タッチラインに逃れました。さあスローインから、中はちょっと少ない。中へは入れさせません。胸で落とします。おっと、倒してしまった。ネスタ、ブラジル前半半ばまではいかがでしょう。はい、もう少し高い位置でボールを奪いたいですよね。そうすれば速い攻撃ができると思います。そうですね。ルシオ、これをトラップ。ブラジル前半半ばまで来ましたが、いかがでしょうか、中西さん。ターゲットにしっかりパスがつながっていることで、いい展開を作れていると思いますよ。そうですね。状態を使って、エメルソン、ロナウジーニ、シュートですが、このシュートは決まりません。イタリア、先ほどから中央突破を試みているんですが、フィニッシュまでうまく持っていけてないようですね。はい、ただこういう時は両サイドのスペースをうまく使って攻撃してほしいです。なるほど。ジーダ、これを競り合う。インターセプト。ジウベオとシウバ、ロナウジーニ、どう持っていくのか。打ってきた。これを決めた。これでハットトリックになりました。今日はキレキレですね。素晴らしい。さて中西さん、ゴールが決まりました。このシュートうまく決めましたね。ブラジル3点差でこの後どう戦うべきでしょうか、中西さん。リードが大きいとはいえ、ホイッスルが鳴るまでは分かりませんからね。しっかりとボールを支配したいですね。はい、このボールをクリア。競り合ってボールを受けて仕掛けるか。前に繋ぎたい。仕掛けます。ここで再びファールがありました。中は4枚。タイミングが合いません。ボールはタッチラインを割りました。この位置から、さあチャンスなるか。ヘディングでつないで、フルカット、ベロッタ、ジャンブロッタ、これを受けてドリブルで上がっていく。前半終了の笛が鳴りました。前半戦を終わりまして3対0、ブラジル3点リードで前半を折り返します。中西さん、前半戦について一言いただけますか。お互い持ち味を消し合うような内容になりましたね。なるほど。そして前半戦